今回の動画では脳卒中患者の学習理論に基づく ADL 支援でトイレ動作の評価と支援というタイトルでお話をさせていただきました。 あの今回はまずはあの総論的に、えー、どういうふうに患者さんの ADL を支援して,かしていけばいいのかということをお話しした後に、えー、症例の方に登場していただきまして実際に評価をどのようにしてどのように支援したのかそして段階づけをどのようにして考えたのかということをお話ししております。 よろししくお願いしますす、えー、森の宮医療大学の東と申します、えー、まず最初にあの自己紹介なんですけれども、えー、森の宮医療大学大阪にあります、えー、医療系総合大学と言われて森の宮医療大学から来ております。私はあの京都で生まれまして今現在はあの妻の実家の近くの神戸市に娘3人と5人で暮らしております。 え本日はですねあの脳卒中患者さんへの支援の考え方をですねえこう学習理論に基づいてお話ししていきたいなというふうに思っています。そして、えー、そういったあの総論といいますかそういったところをお話ししてからあの実際の患者さんのお動画を見ていただきながらあトイレ動作の評価と支援の 仕方ととといいうところを共有しててまりりたいなと思っておりますそして最後にはあのトイレ動作の支援でよくある質問等をに回答させていただいてその後今現在私自身トイレ動作の研究をしておりますのでその進捗状況等もご報告させていただこうというふうに思っております。では最初脳卒中患者さんへの支援の考え方というところで、えー、お話をしてまいります。 あのこれのベースとなりますのがこの応用行動分析学的アプローチという、まあ、あの心理学をベースにした行動心理学をベースとした考え方からお伝えしてまいりたいと思います。あのこの考え方は私自身も、うん、56年前からあの本格的に勉強しまして臨床の中で使ってきたわけなんですけれども、まあ、これ非常にあの良い書籍ありましてリハビリテーション効果を最大限に引き出すコツと 応用行動分析で運動療法と ADL 訓練は変わるという本がありましてこれは私は別に全く関わってないんですけれどもあのこういった本を参考に、えー、させていただいておりますではまずあのこの応用行動分析学的なアプローチどういったものなのかというところなんですが、えー、これ、えー、最初の段階でこの療法士の方々がよくこう陥ってしまう何て言うか状態 を脱却すするのににここれを非常にあの重要なところかなととろか思うんですねあのついつい私たちあの療法士というのは患者さんに対してどのような動作を行うべきかという視点で関わってしまうことっていうのは多かったりするんじゃないかなと思うんですね。あのなのでこう,いやこ,うこういうふうにしないといけないでしょうとかあの言っているあの場面なんか私もあの臨床にちょっと 少し出ていいるんですけれどもそういったあの声よく聞く聞んですねただあの私たちってどうそういう態度よりもどちらかというとどうすればその動作を学習してもらえるのかとその動作をどうやったら学習してもらえる環境を設定できるのかとかあるいは課題を設定できるのかとそちらの方の視点の方が むしろ大切じゃなないいのかなというふうに思うんですねあのどのような動作を行うべきかという視点にずっとこういているとなんかこう療法士が患者さんに対してイライラしてしまうとかそういったことも見受けられるんですけれどもこうどのようにしてその動作を学習してもらうかという視点にいればもし患者さんが自分があの 思っていいるというか目標としている動作ができなかったとしてもじゃあどういうふうに環境を変えたらいいんだろうとかどういう環境をどういう課題にしたらいいんだろうとか、まあ、そういうふうに自分にこう返すことができるかなというふうに思いますのでこれ非常に大切な考え方かなと思うんですね。で適切な行動を学習してもらい適切な行動になってそれを維持してもらうための具体的な方法とこれがまあ応用行動分析学的なアプローチであると。 行動学的な視点、この心理学、行動学的な視点で ADL 訓練を行うことで最大限の効果を引き出せるのではないかと言われているわけですね。まあ、この応用行動分析学とはですね、行動分析学がベースとなっていまして、行動の心や行動や心の働きを環境との相互作用という点から あ、徹底的に分析していって、行動の法則性であるとか、行動の可変的な部分を見出すというふうに言われています。あこれはあの本当に行動分析学というのは動物実験をされたりであるとか、あそういったものから蓄積された知見を実社会の諸問題に適用していくと、そういったところで応用行動分析とあ言われているわけですね。 でこの考え方は極めてあのシンプルでございましてあのパブロフの犬であるとかスキナーの波というようなあの実験、えー、皆さんもご存知かなというふうに思うんですけれども,もうこのモデルだと思うんですね。先先行行刺刺激激こういうい A の刺激があってあと A の先行刺激があってで B 行動があって後続刺激 C があるというふうなモデルで、まあ、パブロフの犬で紹介しますと先行刺激は例えばランプがつくというものがありますよねランプがついたらレバーを押すという行動があるとでそうすればジュースが出てくるあるいは餌が出てくるみたいにするとランプがつけばレバーを押すという行動この A と B のこの流れが C の報酬によって強くなっていくと。ですから A と B を強化していくということになるわけですね。これがまあ学習したとそういうふうなモデルになるかなというふうに思います。まあこれ非常にシンプルでありながらこの構造を少しあの頭の中に入れて患者さんに接すると少しあの えー、その声かけの仕方であるとか、あるいはこの先行刺激、この先行刺激をどういうふうに整備すればいいのかというふうなあの視点で関わることができて、あの整理することができるかなというふうに考えております。まあ、少し具体例を挙げていきます。これちょうど私自身があの子育てをしていて、あの下の子 真ん中の子がちょうど23歳だからまあ5年6年前になるんですけれどもトイレでお、あのー、排泄ができるかどうかとで上の長女がなんかこの袖をすごい噛む時期がありましてこれをちょっとなんとかして、あのー、やめてほしいなとトイレでもちゃんとやってほしいなと、まあ、そんな時期に出会ったのであぜひこういう応用行動分析学的なアプローチで、えー、試してみようと。 思ったわけですね。まあ、あのー、一般的一般的というか、まあ,あのトイレでお,おトイレができないとおしっこができないとか、それを噛まか噛んじゃうとかっていう時に。まあ、お母さんとかがうちの奥さんはそうではないんですけども、なんかすごい。なぜトイレでやら,やらないのとかなんで、それ噛むのとかっていうふうにして、そうそう起ったとしてもこれなかなか学習に繋がらないと思うんですね。だから、ここでちょっと応用行動分析学的なアプローチだとすればまあ、先行刺激としては？ トイレでもう今日はしようねっていうふうな約束を最初にするまあこれが先行刺激だとするとあの実際子供それで言っただけでできるということはまずないと思うんですけどもあのトイレ2回できたただ3回ぐらいはもう失敗しちゃったというふうな行動が出るとでこういった時に私たちの声かけって非常に重要かなと思うんですがここでこの「 えー、強化刺激でこの「2回できた」っていうところに注目をして「あ2回できたのすごいじゃないの」とこういう形でこう注目称賛をすれば。 この「トイレでしようね」って言ったことが2回できたっていうので「えー、トイレでしようね」っていう声かけ先行刺激と「トイレでした」っていう行動が、まあ、強まっていくというふうになりますけれどもここで検温刺激で、まあ、当然この「トイレでしようね」って言ったのにできなかったその3回とかあの他のことに注目をしてこれをまあ弱めるっていうふうなことで「えー、なんでそのできなかったの?」っていうふうに怒ったとすれば。 この、えー、トイレでしようねって言ったことと、まあ、ここで注目しているのは3回失敗したっていうふうな行動になるわけですけれどもそれがま弱まるというふうなあの理論にはなるかと思うんですね。こ、えー、こういういうなところで、まあ、ABC の こう構造になっているわけなんですけれども私はどちらかというとこの学習してもらう時には強化刺激であまりこう嫌悪刺激で弱めるというよりもどどんんん強めていくっていくとうう方がが効果があると思うんで,す、ね、ですからあ「トイレでしようね」って言ったそしたらいいところに着目をしてでそれができたのであればそれをどんどん強めていくと。 でそして強化刺激をしてそしたら次は2回できたんだったら3回やってみましょうかっていう風な感じでポジティブルールをどんどん提示していくとそういう風にしてあの先行刺激と後続刺激を整えていくことで行動を変えていくと、まあ、そういう風なことを私自身もあのやってまいりまして今現在あの娘はちゃんとトイレでできておりますので <laughs> <laughs>、はい、そういう風なことをあの意識しておりました。 でえー、この格論にちょっと入っていくんですけれども、あのー、この強化をしていくというところでは主に3つの、あのー、心構えといいますか3つの視点が重要かなというふうに思います。まず一つには行動に焦点を絞るというふうなことです。 これはまあよく近年言われているかなというふうに思うんですけれども、まあ、ターゲット行動を定めるということで、まあ、目標設定ですね目標をちゃんと、まあ、漠然としたものではなくてはっきりと行動して定義されその変化が明確に 測定できるものと、まあ、スマートとか,なんかそんな風に目標設定なんかで言われるスペシフィックとかメジャラブルとか、まあ、そういう風に言われるかなと思うんですがで本当にあのそれの通りではっきり行動として定義されその変化が明確に測定できると、まあ、これ教育学の中だったら上手に漢字を書けるこれちょっと漠然としていますよねあの上手ってどういう基準なんだとかっていう風に分かりにくいとですから、まあ、10個の漢字をそれぞれ二十回書き取るということであればこれまあ 数値ででで判断ができるととといいうことで良いと、まあ、手本を見ないで紙に書いた漢字の数を行動の指標とするこれもあの数という意味では測定可能であるということで、えー、まあこれが達成できたのか達成できなかったのかっていうことをあの明確にするものということが重要かなというふうに思います。